でさっきおっしゃってた女子差別撤廃委員会で女系天皇男性しか天皇に なれないっていうのは女子性差別じゃないかっていう問題が過去にも委員会で扱われそうになったんですけれども止められてったことが何回かあったんですね。で今回数年前に委員会がそれを取り上げてしまったのは自慢じゃなく私発見したんですけど、その女子差別撤廃委員会からの報告書っていうのをちょっとチェックしてた時になんでこれが載ってるんだと思って今まで止めてたのにね、いろんな場面で止めてたのになんで載ってるんだろうって調べたら、やっぱり日本のまあ団体からそういう本当にペラッとしたこんな意見書なんですよ。ただそれ男系は女子差別であるっていう旨の意見書が出されてたんですよ。で委員会はそれをそんなペラッとした意見をふっと受けちゃった興味持ったらしいんですね。でその意見書を受けて日本政府に対する報告書っていうか日本政府に対する文書に男系だけじゃない道は開くのかと、ね、女性にもそういうふうに機会を与える方法はこれから考えるのかっていうような質問が委員会から出されたんですよね数年前に。そのだからそれは委員会にとってはちょっとピンとくるネタだったみたいなんですね。で女子差別撤廃委員会で日本を審査する会議っていうのが今年あるんですよ実は今年の10月、うん、で多分かなり高い頻度でその会議場で委員からその質問が出ると思うんですよ。その時日本政府は何て答えるかで、ね、日本政府代表団も言ってるんですから、うん、でおそらく日本政府代表団は、うん、いやこれは日本の問題ですからって言うと思うんですよ、うん、ただ一回その問題イシューとして乗っちゃうと出ちゃうとそれが慰安婦問題と同じようになかなか消えない、うん、そこの委員会の議題の一つとして消えないことがよくあるので、うん、これはちょっとまずいなと思っているんですね、うん、で、まあ、私もその委員会にぜひ行かなきゃいけないなと思ってて、うん、余計なお世話だって言いに行こうと思ってるんですね、うん、それについても誰か一緒に行きませんかっていうふうにねやっていかないと、うん、さっき教えていただいたようなね、うん、ことも含めてね、はいはい、いいです。日本のこの意見書を出した日本の余計なおせっかいで出しちゃった日本の団体って左系の団体で、ね、ちょっと記録してはしているんですけれども、はい、資料がないので本当に余計なことですね。本当に余計なことをでもうまくスルッと入っちゃったんですね。それをふっと受けちゃう。話し合ってたんじゃないんですか。もうそういうの。あ、なるほど、ね、うん、もうすでに事前に、ね、そういう、うん、いやそこは分かんないんですね、うん、委員会の中の話なので。それまでは止められてたっておっしゃいました委員会。誰が止めてたんですか。日本政府か。日本政府でもそれは日本政府、うん、伝統意識とかいわゆるこれは日本独自の伝統や文化だっていうね、こういう意識の人がどんどん男でも女でもねなくなってきてることは確かですね。